騒がしくなるが申し訳ないと思います。痛かったと思います。サングリアのいい匂いがします。ではやってまいります。はい、こんにちは。ハーバード心理学36日目やってまいりましょう。ブルーホースです。さて、36日目はですね、受け入れるというテーマでお話をしていきます。まあ結構ね、皆さんの周りにもこう口うるさい人ってたくさんいると思うんですよね。で、人から何かを言われると思うんですよ。で、そんな中ね、自分のことをこういう人間だって考える人もいるんですよね。例えば怒りっぽいとか泣きっぽいとか飽きっぽいとか執着心が強いとかで、いろんな意見とか声から自分がどういう人間かっていうことをこうね、自分はこうだって思ってしまったら受け入れ続けなければならない人って多いんですよ。で、当然自分の人生をもっと良くしようとか、あなたにもっと輝いてほしいからっていうのが周りの声の元になってるんですけど、ところがその受け入れ方っていうのを間違えてしまうと精神が崩壊してしまったりとか、体調を崩したりね、病気になってしまったりっていうような形で、まあ、悪い方向に進んでしまうと、だから注意が必要なんですね。で、想像していただきたいんですけれども、まあ、あなたというコップがあるとしましょう。で、そのコップっていうのがあなたの人生だとしますね。で、そこに何でもかんでも液体を注ぎ込まれたら、例えばですけど容量がオーバーしてしまって、せっかくのいいアドバイスであったとしても、その考え液体っていうのがどん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 漏れてってしまいますし、例えばドリンクバーなんかでもコーラとレモンスカッシュとウーロン茶とアイスコーヒーっていろんな液体をぐちゃぐちゃに混ぜまくって確実に飲んだらお腹壊すだろうなっていうようなドリンクが完成してしまったら、もうこれ良くないっていう話ですよね。だから美味しいコーラとしてとか水として満たすためにはどんなことを受け入れるかっていう、その飲み物のバランスが大事なんですよね。まあ、ちょっとしたその炭酸同士を混ぜ合わせるくらいだったら結構美味しい飲み物にもなったりするじゃないですか。本来やったらダメですよ。中学生の時にね、あの友達が近所のガストで全てのボタンを押してしまってですね、ドリンクバーのボタンを全部押して、で、全部止まらなくなって出禁になったっていうような、まあ、それは全然関係ない話なんですけど、まあ、結局皆さんの人生とかコップをうまい具合に容量的にも内容的にもいい塩梅で満たしていくためには何を受け入れるかっていうのが大事になってくるので、今日はそのバランスっていうのを学んでいきましょうというお話になります。はい。で、まずはですね、スタートとして器の限界を知るっていうことが大事なんですね。で、またこれも想像してみていただけたらと思うんですが、まあ、起こったことっていうのを、起こった出来事を何でも受け入れてしまおうっていうふうに決めると、例えばどんなことかっていうと、まあ、学校で勉強してますと、で、その成績を気にすることなく、まあ、算数なり英語なり国語なりっていうのをいろんなことを学んで1年間の学校生活を送ってみるんですね。で、結果的にどんな成績になったとしても、学びと成長に必要なこととして受け入れることができれば、まあ、どんな1年になるっていうことを想像してみると、これはちょっと先の話ですね。想像してみると、まあ勉強って楽しいなっていう結論に行き着きやすいと思うんですよね。で、他にも想像していただけたらと思うんですが、まあ、自分の欠点を隠す必要のない人間関係ですよね。まあ例えば時間にルーズな自分とか、それから物をすぐになくしちゃう自分とかっていうのを隠すことがない人間関係とかだったら、あ、また何々遅れてくるんやな、相変わらずやな、ははは、みたいな感じで流せるような人間関係ってことですよね。誰かと気づくことができていることを、朝起きて鏡に映る、あ、10時に待ち合わせなのに11時に起きてる俺好きやなっていう感覚を求めたら、どんな気分になれるかなと。まあ、これはちょっと極端な例ですけどね。ただし注意点としては、そんないくら遅刻をする自分とか成績気にせずに、勉強は楽しいけど毎回テストで30点しか取れない、いわゆる赤点ですよね、しか取れないっていう風に、そういう自分を受け入れたとしても、受け入れること自体には限界があるんですよね。さっきのコップの例と同じですよ。だから何でもその通りだよな、そうだよなって受け入れてしまったら、いつか無理とか限界が来て点数が取れない自分にイライラしたりとか、それから毎回遅刻する自分が嫌になったりっていう状態に陥っちゃうんですよ。だから自分の感情に逆らってまで出来事を受け入れてしまうっ
ていうことではなくって、時にはマイナスのことに対しては、まあ、怒りや悲しみ、今回の例はどちらかというと自分に矢印を向けた形になりますけど、例えば一生懸命生徒に教えてるのにその生徒が毎回30点しか取らないってなったらめちゃくちゃ怒るじゃないですか。で、楽しみにしてたデートなのに相手が寝坊で30分遅刻してくるってなったらなんか悲しいじゃないですか。で、それを悲しいんだよな、なんで遅れてきたんだよっていうことを言えたりとか、なんで点数30点しか取れないんだよって、まあ、これに関しては生徒に直接言うのはかわいそうですけど、まあ、どっかで表現するっていうようなことを受け入れておくっていうことが大事なんですよ。で、受け入れるんかいっていう話なんですけど、これっていうのは、まあ、今言ったような話っていうのは流すと受け入れるの違いなんですけど、まあ、20点しか30点しか取れませんでした、ええー、よええー、よっていうふうにあまり深く考えずに何でも取り入れちゃうっていうことを流すのではなくって、今回の話っていうのは受け入れるなので、何を注ぐか注がないのか取捨選択をするっていうことなんですよ。だから点数を取れない生徒そのままええよええよって流しちゃうのか、点数を取れるようにするためにどうしたらいいのか、ここで自分のせいにするのか、生徒自身を葉っぱかけていくべきなのかっていうふうに、その流すと受け入れるっていうのは根本的に違うっていうことを理解していただけたらと思います。はい。でですね、今日のワークに入っていくんですけど、まあ、結局は自分を許すっていうことが大事になってくるんですよね。まあ、セルフコンパッションのお話なんかっていうのも何回もしたんで、またその動画見ていただけたらと思うんですけど、まあ、次の文章の後半部分を完成させようと。結構ハーバード心理学のワーク、これ系多いですよね。前半の文章が、あって、後半穴埋めしましょうみたいな感じですね。で、毎回のことなんですが、深く考えずに思いつくまま書いてもらったら OK です。で、書き終わったら、その書いた中の全部やろうとするとまたしんどくなっちゃうんで、どれならできるかな、どれならやってみようと思うかなっていうものを決めて実行してみてください。ということで、文章をお見せしますと、今回多いですよ。10個あります。はい。で、自分も人間であると許すならば、うん、別にブヒブヒ、豚だとか鳥です、チュンチュンとかそういうわけじゃなくって、まあまあ、今よりももっと器の大きい人間になるとするならば、みたいなイメージですね。それから感情を拒絶した時には、てってて。あと 5% 完璧主義者でなくなれば、どうなりますか。あと 5% 現実的に考えることができれば、どうなるか。最善主義者になれば、どうなるか。はい。これは完璧主義者を、完璧主義を手放すっていうところのワークでお話ししてます。最善主義者に関してはね。はい。それから選択したことをあと 5% 正当に評価するならどうか、失敗を受け入れることができればどうか、私が恐れていることは何、私が望んでいることは何、そしてこの1から9までの文章を書いていて分かり始めてきたことがあると、それは例文をですね、こうやって書いていくと、自分も人間であるっていう風に許すんだったら、もう失敗は当たり前のことですよと、いちいち落ち込むことはもう今後一切しませんってしちゃう。それから感情を拒絶した時には、その瞬間からモヤモヤが取れなくて苦しんでしまう。なんでこんな怒ってんだろう、悲しいんだろうなって。だからどんな感情でも味わってみようっていうことを決める。それから完璧主義者でなくなれば、まずはやってみようっていう行動力が増すんですよね。あなた自身の第一歩のスピードが速くなると。それから、あと 5% 現実的になれば、今何をするべきかっていう正確に優先順位をつけることができるようになると。だから今だったら電話をした方が早いな、メールだったら後回しでいいな、みたいな感じですよね。まあまあ、ちょっと例としてはよろしくないかもしれないんですが、最善主義者になることができれば、自分にも他人にも少しだけだけど、優しくできるようになるかなと。それから成功したことをあと 5% 正当に評価するなら、まあ、もっとやろうと探求心や好奇心が湧いてくる。で、失敗を受け入れることができれば、まあ、次成功させればいいやっていい意味で開き直ることができるようになると。私が恐れていることは人から嫌われることで、望んでることは人から愛されること。あ、じゃあ8番と9番から分かり始めてきたことがあるな。それって結局私は人間関係を大事にしたいと思ってたんだなっていう、そういう話になりますね。はい。で、またこれはですね、止めるなり動画
を、振り返るなりしてみてですね、見てもらえたらいいんですけど、実際書いてみてどんな気づきがあったんでしょうかね。で、実は人間って誰しも変化したいと思ってるんですよ。今のままじゃ良くないなと、まあ、今よりももっと良くなりたいなと思って変化したいと思ってるんですよね。いいも悪いも含めて。で、変化をするために必要なことってあるんですけど、まあ、段階を追って何かっていうと、初手は気づくことなんですね。結局皆さんはどうなりたいんですか？で、そうなりたいと思ったらなんで？で、変わるために何をしますか？で、変わりたい自分っていうその理想って誰かいるんですかね？で、いつまでにそうなりたいですか？で、変化ができたら、理想の自分になることができたら、どんな世界が待ってますか？こういうことなんですよ。あ、こうなりたいんだ。あ、こう思ったからだって。これをしたらいいんだっていうことに気づいていくことが大事なんですね。それを気づいた上で次の段階としては、それをそうなっていいんだよっていうことを受け入れることが大事なんですね。で、受け入れる力を身につけていくためには、今言ったように第一段階初手として気づくことが必要だと。で、今日はその両方学ぶワークっていうのを行っていきました。受け入れることっていうのは、まあ、自分を許すことだったりとか、さっきの文章でいくならば、よいしょ。戻ると己の器の限界を知るっていうことなんですね。で、自分がどういうことやりたいの、なんでなりたいの、誰か理想いるの、いつまでになりたいの、なったらどうなるのっていうような話っていうのは、先ほどの10個の文章を完成させていくと見えてくるという、そんな話になっていきます。ということで今日の最後なんですけれども、今日ですね、このお話を聞いて皆さん自身どんな気づきありましたかね。はい。で、受け入れるために必要なことっていうのはどんなことがあったでしょうか。で、まだつかめていないという方は、まあ、10個の文章をとりあえず全部書いてほしいんですけど、その1対1の関係で書いていくんじゃなくって、この文章だったら5個でも10個でも思いつくなって思うものがあれば、思いつく限りの後半の文章っていうのを書いてもらえたら、より気づきが深まって何を受け入れるかっていうのを決めていくことができるようになると思います。ということでですね、本日の動画は以上とさせていただきます。では次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。